g メールの削除スレッド単位の削除についてご説明します削除したいスレッドのチェックボックスをチェックします画面上部の削除ボタンをクリックしてくださいこのスレッドの2通のメールが まとめて削除されましたメールごとの削除をしてみましょう削除したいスレッドをクリックしてくださいこのスレッドの中で削除したいメールの下向き三角ボタンをクリックします メニューからこのメールを削除を選択します。これでスレッド内の特定のメールだけを削除することができます。連絡先の登録連絡先を登録してみましょう。 登録すると、アドレス入力の手間がなくなります。g メールを開いて、連絡先をクリックすると、登録ページが開きます。新しい連絡先をクリックします。入力画面が開きました。 メールの送信に必要なのは名前とメールアドレスだけです。この部分に入力して追加をクリックすると登録が終了です。保存を確認してみましょう。g メールを開いて 連絡先をクリックします。マイコンタクトが1となり、保存済みの表示があるのを確認しましょう。相手のメールを登録する方法をご説明します。登録していない相手からの メールを登録します。受信画面から登録したい人の名前をクリックしましょう。ここでは Google Plus t e を登録します。Google Plus からの受信メールを開きます。 返信ボタン右側にある下向き三角ボタンをクリックします。メニューから連絡先リストに Google Plus t e さんを追加をクリックすると登録が完了です。メールの整理。 目印をつけてみましょう。星のマークをクリックすると星が黄色に変化します。重要なメールの目印として黄色い星をつけておくと便利です。また、要件が済んだら元の星に戻すようにしましょう。 星マークで抽出してみましょう受信メール一覧からスター付きをクリックすると黄色い星マークのついたメールだけを抽出することができます署名の設定 署名とはどんな機能でしょうか署名という機能を使い、毎回メールに表示される文章、氏名、連絡先などを登録しておくことができます。署名を入れてみましょう。 画面上の歯車のアイコンをクリックしてメニューを開き設定をクリックすると画面が開きます。現在は署名なしが選択されています。署名を入れる場合は右側にあるテキストエリアに 入力してください入力した内容がメールに自動挿入されます署名の入力が終わったら画面最下部の変更を保存ボタンを押して完了です絵文字で 楽しく絵文字を入れてみましょう新規メッセージ画面からプラスのアイコンにマウスを置きます顔のアイコン「絵文字を挿入」をクリックします 使用可能な絵文字の一覧が表示されます。使用したい絵文字をクリックすると、メール本文中のカーソルがある位置に絵文字が挿入されます。絵文字を入れると雰囲気が変わりますので、使ってみてください。